平野康太は日本の漫画家、東京都足立区出身、在住、アクション逆作品を主に手掛ける。愛称は平ラ高,高校時代は漫画研究部の部長を務め、その後、専門学校東京デザイナー学院アニメーション科に入学し、中退、同校の漫画研究会に所属し、在学中にコミックパピポに掲載された、コヨ用テでデビュー。 一時ゲーム会社に勤めていたものの数日で退社しており、本人曰く忘れたい出来事と作品中で語っている。デビューからしばらくは成人向け漫画を執筆していたが、すでにその頃からストーリー展開やギャグ部分に独特の雰囲気が存在していた。その後、一般雑誌に転向し、コミックガムにて同人誌にすべてをかけるオタクたちの野望と狂気を描いた。 大道人物語デカルト的な人気を得るが、連載中断のまま未完となった。打ち切りに際して、ガム知らねえよ。電話一つねえ。理不尽には無視で返すべきなのだ。故に知らねえと、出版社との確執を吐ろした。また1997年には、ファミ通 PS で、進め。声楽伝導研究部を、連載、掲載雑誌の方向性を、 しばしば逸脱したゲーム紹介やストーリーの脱線などで話題を集めたが、出版関連の騒動から、近年の角川書店版発売まで単行本があまり出回らなかった。1998年より、ヤングキングアワーズにて、イギリス国教会とカトリックのヴァンパイアハンター及び、ナチスの吸血鬼軍団による密度萌えの戦いを描く、ヘルシングを連載。 同作は10年近い長期連載へと至る人気作となり、漫画家としての知名度を確立することになった。2009年にヘルシングを完結させ、新たに各時代の武士、軍人たちが異世界で戦うドリフターズの執筆を開始した。作品中ではナチスが登場することも多い。デビュー作のコヨ用テではレジスタンスとナチスドイツを彷彿とさせる軍事国家との戦いが描かれ、 ヘルシングでは物語のキーとなる形で登場する。なお、軍服の作画には苦労するらしく、あんな描きにくい奴ら死ねばいいんですよ。ナチはヘドが出るほど描きすぎたと語っている。ベタを多用し陰影を強調した。が、得意なデッサンポーズ、そして芝居がかった大行なセリフ回しが特徴である。この独特の習字法は佐藤大輔の小説や、 ウィンストン・チャーチルの演説などから影響を受けていると、される。また、前者の描画法は、日本国内では珍しいが、アメコミでの一般的なデフォルメに近い形式である。長編作品ではシリアスな物語を基本とする。一方で、ネタに走った場面や短編、エッセイ風の作品も描く。ギャグシーンなどで、ゲーム、漫画、アニメ、 映画、音楽などの話題が唐突に登場したり、背景として、ペンギン村風の光景などパロディを差し込むこともある。登場人物は男女を問わず手袋、メガネを着用しているキャラクターが多い。巨乳、メガネ、猫になる、美少年を好む。メガネキャラには、偏愛があり、天空の白ラピュタの登場人物である、ムスカ大佐が、自身の精神世界で最上位に来ると、 アニメージュで語ったことがある。同じく不思議の海のナディアの敵役である、ガーゴイルからの影響もたびたび語る。体験を作品に反映していると語る。ヘルシングにてロンドンを破壊し、イギリス人を虐殺するシーンがある。自身のサイトにて、ロンドン旅行の際、たびたび不愉快な経験をしたことが原因と述べた。ホテルの従業員から差別的な扱いを受け、露天商から、 偽ブランド品を売り付けられ、さらに食事もまずかった。観光を兼ねた取材旅行であったのが、最終的には作品中でどうするかなど起こりながら写真を撮って回っていたという。ヘルシングやドリフターズの単行本願末には、近況、ブラックジョーク、薬剤映画などのパロディ、筆の向くままの規制などを描くコーナーが存在する。単行本カバーにおける著者紹介欄では、 毎回ほぼ一貫して、趣味、嫌がらせ、チンコいじりと記載している。青年誌で活動中から女性器描画における陰謀表現について、こだわりを持っており、一般誌に移ってからも折に触れて主張。無謀、パイパン以外認められない。魅力的なキャラクターでも陰謀が生えているだけで、台無しになる。例に挙げるのは、トップを狙え。の、高谷のリコなど、また、同人誌で扱う。 性描写には豪勘者が多い。現在のアシスタントは、専門学校時代の同級生3名とのこと、近況漫画に出てくる2人の打ち突っ込みを担当している方が、友人で漫画家の山田秋太郎である、ジャパンエキスポでのパフォーマンス単行本の後書き、端末コメントやツイッター、公式サイトブログなどのインターネット上では過激かつ、表金な一面を表すことでも話題に上がる。 ただしこうした発言は、あくまでオタクが定型的に用いるネタであるとしている。掲示板などの質問には真摯な面も見せる反面、ネット上の煽りなどには激しく憤通る人物である。公式サイト時代は、怒りと共に閉鎖、再開、閉鎖、再開を繰り返していた。自画像では、黒のサファリ帽を被り、黒いワイシャツにネクタイを締めワッペンをたくさん貼った、ジャケットをまとった、 太ったメガネの男として登場する。補足、新世紀エヴァンゲリオンの、いわゆる商業アンソロジーでは、他の作家とのオムニバス短編が数点確認されている。内容は、スラップスティックギャグの体裁に仕上がっている。作風だけでなく、作者本人の個性から、友人である、漫画家たちの作品に何度かキャラクターとして、登場している。平行新作、ドリフターズは、 アワーズ6月号から、コミックナタリー。2013年10月5日閲覧、ヘルシングオフィシャルガイドブックのインタビューより、ヘルシング、ドリフターズ各単行本カバーを折り返し参照。公式サイト2001年10月25日、第3話感想公式サイト2007年3月7日。 ファイアーエムブレノム赤月の女神ハット https コロンスラッシュスラッシュツイッタードットコムスラッシュエイ IRANOKOHTA からの同行13時37分2010年5月9日、同二23時41分2015年3月28日、同乗17時11分2013年7月15日、 登場2時26分2013年4月24日。登場6時22分2010年5月30日。登場2時27分2014年1月11日。登場18時40分2013年2月9日。登場22時5分2013年10月17日。ありがとうございます。